実用的な英語学べます。英語70年の歴史を誇る英語学習誌ジャパンタイムズアルファ、毎週読むのに適当なボリュームで自宅に直接届けられるところが好評で、購読者数が右肩上がり。政治、ビジネス、環境、科学、スポーツ、エンタメなど国内外のさまざまなジャンルのニュースを素材にした学習コンテンツを掲載。実際に英語を書いたり話したりするためのエクササイズも多いので、英語での発信力が自然と身についていきます。英字新聞って皆さん読んだことってありますか？ないんだよね。ない。だって読めないもの。そこでおすすめの日本人向けの英字新聞があるんですね。お。ニュースで英語も学べるっていう、そういうサービス、アルファオンラインというものです。創刊70年の歴史を持つ週刊の英語学習誌ザ・ジャパンタイムズアルファっていうもののウェブサイト版ですね、はいはい、アルファオンラインでは、うん、国内外の最新の英語のニュースを素材にして学習コンテンツっていうのが満載なんですよ、はい、ネイティブスピーカーによるニュースの音声とかも楽しむことができるんですね、うん、そんな信頼と歴史のある英字新聞が運営しているウェブサイト、うん、アルファオンラインなんですけれども、はい、本当にリアルで使えて、で旬の英語っていうのを知ることができるっていうのが大きな特徴ですね。なるほどなるほど。ジャパンタイムズアルファの編集長、うん、高橋さんという方とですね、今リモートでつながっております。お、はい、こちら今ご紹介いただきましたけども、週刊の英字新聞、ジャパンタイムズアルファというのがございましてですね、うん、そちらに掲載された英文記事のうちの、うん、何本かをですね、こちらのサイトで、お読みいただけるようになっております、うん、それから、ま、英語のニュースだけではなくてですね、うん、そのニュース素材を使ったいろんな英語のエクササイズもですね、合わせてこちらのサイトでは、提供しております、例えばこの読み上げ音声を聞けたりとか、それから英会話のちょっとした練習ができるような、そういったコンテンツもね、取り揃えております。そうなんだ。例えば一部の記事には日本語の和訳がついていたりとか、それから難しい単語には注がついてたりしますんで、ニュース以外にも、まあ、うん、あの日常会話で使える英語表現をクイズ形式で習えるコーナーなんかもあるということなので、ディスクワイブです。こういったコーナーがありましてですね、これを皆さんに挑戦していただこうと思います。日本語で猫って言葉が入った表現をたくさん集めてみましたので、はい、では最初の問題からいきましょう、はい、私猫舌なんです、これを英語にした時に括弧の中に入る H で始まる言葉、これを答えていただきたいんですね。なんだろう。あ、いきなり正解、素晴らしいですね。なんで言うんだよ、なんで言うんだよ。すいません、ごめんなさい。この正解と解説を見るのところ、こちらタップしていただければ、はい、答えと解説をご覧いただけるかと思います。ほんとだ、ホット、はい、では続けたの2問目いきたいと思います。はい、彼は拾ったお金を猫ばばした、P で始まる、ま、動詞ですね。なんだろう、あの自分のものじゃないものを着服しちゃうときに、うん、自分のどこどこに入れるって言いますよね、 P で始まること。懐、あ、懐だけれども、懐以外に、あの上着とかズボンにくっつけ、はいはいはい、ポケット、正解ですね。てか分かりやすい説明、これは、ね、少し難しいですよ、彼女は男の前では、猫をかぶる、なんだろう。ヒント出しますと、猫をかぶるってどういうことかって言ったら、うん、キュートって言葉使ってますけど、はい、まあ、キュートなふりをする、まあ、キュートな女を演じるってことですね、アクト、正解で、その通りですね。すごい、アクト、演じるとキュート、可愛いをくっつけると可愛子ぶる、すごい。なんかさ、この例文がさ、すごい我々がさ、すごい使う言葉だから、うん、そうすごい入ってくるよね、入ってくる、うん、こういった形でクイズでも楽しみながら英語を覚えることができるアルファオンラインですね、うん、はい、うん、ニュースのリスニングもこのサイトでできるんですよね。例えば、あの今話題の鬼滅の刃ですね、あ、はい、まあ、こちらの英語のタイトルが実はディーモンスレイヤーって言うんですけれども、あの再生ボタンがあるかと思うんですけれども、こちらをクリックしていただくと、ディーモンスレイヤームービーBreaks Japan box office record, raking in 10 billion yen in 10 days. 意外とこの日本のことが英語で読めるってありそうでないんですよね。はい、国内のことを英語で報じてるっていうのが一つの我々の強みでもあるんですよ ね。なるほど。日本人の6割以上の人が週に3時間以上の英語学習を理想だなっていうふうにしているんですけれども、ね、うん、実際には7割の人が3時間未満しか勉強できていないと。
なんですけれども、はい、このアルファオンライン使えば、まあ、毎日ちょっとずつでも英語に触れる時間が作れそうじゃないですか。うん、確かにね。英語を覚えたくてもこうなかなか忙しくて、英会話スクールとかにもちょっと通うの難しいなみたいな、よりその皆さん自分が興味のあるニュースを読むことで英語に触れることもできるし、編集長によるニュース解説とかで読解力も増しますし、まあ、音声を効率的に聞くだけ、リスニングを上達させるだけみたいなこととかもできるので、うん、自分の好きな時間を使って好きな形で英語を勉強することができるという素晴らしいサービスになってます、うんうん、というわけで皆さん、こちらのサービスいかがでしたでしょうか。世界のニュースからリアルな英語を学べるアルファオンライン、英会話